ロバート・エンゲルズが描いた、石膏と、スバジル・ファリ。スバジル・ファリは、北欧神話に出てくる人間の石膏に変装して、水ガルズの壁を建造した山の巨人が所有する、魔法の馬。スノーリの言った第一部、ギルビ・タブラカシでは次の物語が語られている。アース神族が水ガルズを作りバルハラを建てるなどして、暮らし始めたある日、石膏に変装した巨人がやってきて、 神々に提案を持ちかける。石膏は強く高い新しい壁を建てて水ガルずを囲む代わりに月と太陽を手に入れフレイヤと結婚したいと要求した。神々は大いに怒ったが、ロキの助言により石膏が誰の助けも借りずに当時から夏至の間約半年を期限に壁を完成させたら報酬を支払うが、 もしその間に壁を完成させられなければ報酬は無効とするという対案を提示した。石膏はこれに対して彼の馬、スバジルファリを使っても良いならばという条件を出した。冬の初めの日から城壁の建設が開始された。スバジルファリは巨大な石を運んで石膏以上に目覚ましい活躍をした。夏の始まる数日前、壁が完成に近づいた頃、 神々は条件について、助言をしたロキに責任を取るように命じた。ロキはメス馬に化けて、スバジルファリを誘惑しスバジルファリは、ロキを追いかけて、作業を放り出した。これにより作業は遅延し、期限に間に合わないと悟って石膏は、巨人の姿を表したので、トールは、ミョルニルで巨人を打ち倒した。その後、ロキとスバジルファリの間に生まれた馬がスレープニルである。ありがとうございます。